にちは。本日は島根海洋館アクアスへようこそお越しくださいました。ただいまよりこちらのプールにダイバーが潜りまして、シロイルカパフォーマンス始めていきます。短い時間ではありますが、皆様楽しくお付き合いください。それでは早速ダイバーさんに登場してもらい、パフォーマンス始めていきましょう。ダイバーさん、お願いします。ジャンプをすることで有名なあのイルカの仲間たち、7つある首の骨の一部がくっついているので、あんな風に動かすことができないんです。しかし、いるうちに何があるか分かりますか？あ、そうです、大正解です。あそこにですね、ナスチャの花があります。なぜ頭の上にあるのかというと、イルカ、シロイルカをはじめイルカやクジラの仲間たちは私たちと同じ哺乳類、陸上の空気を吸って生活しています。なので、あの頭の上にある花を、さあ今上上がりましたが、このようにちょっと水面に出すだけで楽に息を吸うことができるんです。ちなみにあの花はですね、息を吸う以外にも鳴き声を出すことができます。シロイルカの鳴き声はですね、とっても綺麗で、いろいろな音で鳴くことから、ネズメ海のカナリアとも呼ばれているんです。2つ目の特徴はシロイルカたちの鼻でした。では最後3つ目の特徴です。今度はナスチャのおでこに注目していただきたいんですが、皆さんのおでこは触ってみると硬いですよね。ではナスチャのおでこはどうでしょうか。ダイバーさんが押してみます。よいしょ。さあ皆さん分かりましたか？ナスチャのおでこ、とっても柔らかいです。